ですね、ちょっと前ですね、6月の初めぐらいかなにゲストで来ていただいた野花さん、覚えてますか皆さん。押し花作家さんで iPhone ケースとかケースを作ってらっしゃる押し花作家さんなんですけども、その方にオーダーをしていたケースがなんと出来上がりました。あー、ちょっとツイキャスの皆さん遠いかな。こんな感じですごい素敵なケースが出来上がってきました。黄色いお花を基調にして、あのピンクのお花とか入れてくださいっていう風に頼んでいると、もう本当にそのまま可愛いのができました。野花さんありがとうございます。野花さんの、展示会はもう昨日で終了してしまったんですけども、野花さんのホームページに行くと、オーダーもできるそうなので、皆さんぜひチェックしてみてくださいね。さ、ということで、今日のトークテーマを発表したいと思います。今日のテーマは星に願いをということで、お願い事、明日は七夕ですねということで、何かあの短冊にこんな願い書いたよとか、こんなことをお願いしたいなとか、短冊に書くまでもないけどこんなことが叶ったらいいなっていうお願い事がありますよっていう方はぜひ送ってください。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、 ファックスは 098-943-0094 098-943-0094 です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声も配信しています。ホームページから見ることができますので、ぜひそちらもお楽しみください。お気軽にコメントを待ってます。さて、ということで皆さんどしどしメッセージお待ちしてます。ツイキャスたくさんコメントいただいてます、ありがとうございます。エコザイルさん、メグ、皆さんおいっす、こんにちは。マシャさん、久しぶりに参加、うわ一人でやってる、そうなんです、今日一人です、頑張ります。はい、そうなんです。セブンさん、メグ頑張ってね。はい、ありがとうございます。アングルちょっと遠い。確かに。あとでね、ちょっとゲストさんが来られるので、こんなアングルでやってみたいと思います。さあ、それでは、まず1曲目をここでお届けしたいと思います。テーマ、先ほども言いましたけども、お願い事ということで、この曲を選んでみました。オレンジレンジのお願いセニョリータ。あー、バタ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 してます。今日はちょっとアングル遠いですね。これでいこうかな。
から見えますね。AKB ファンさん、サザン今からですよ。こんにちは。はい、曲中はこの中の声がここのマイクから拾われてるんで、はい、聞こえてます。見ることできます。 YouTube に上がるので、はい、そうです、はい、見てる方のコメントが出てくるので、はい、拾ってくださいね。あ、そこからはね打てないんです。喋ってください、喋ってください。じゃあ曲終わり。はい、 CM 行きます。綺麗な服着てますね。映ってますよ、美人2人。ありがとうございます。ありがとうございます。僕は15時11分を回りました。サザンブリーズの時間です。さて、ここでですね、今日はゲストさんがいらっしゃっているのでご紹介したいと思います。ではお一人ずつ自己紹介お願いします。はい、エンリン株式会社の小谷ゆかりと申します。よろしくお願いします。はい、エンリン株式会社の上原美奈子と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、今日はゲストさん2人にお越しいただきました。はい、今日は女性2人でね、はい、ここも女性専用車両みたいな感じになってますね。ちょっと華やかですよね。華やかにお届けしたいと思いますよ。はい、はいはい、今日はですね、エンリン株式会社さんの、はい、販売のお二人にお越しいただきました、はい、今日お知らせしていただくのはですね、今回7月の1日、はい、発売となりましたやんちゃな感情と付き合う方という本ですね。はい、そうです。はい、こちらの、作家さんは、はい、金城
ゆきまさ先生です。ゆきまさ先生です。はい。はい。ツイキャスの皆さん、こちら画面の方ですね。はい、見えますか？こちらの男前な金城先生が書いた本のご紹介で、はい、来ていただきました、はい。よろしくお願いします。この本はですね、はい、内容はどんな本なんですか？はい、まあ、やんちゃな感情っていう感情の内容になってるんですけども、はい、皆さんそれぞれ自分の中に感情が出てくると思うんですが、はい、一番感情の中でイメージが悪いのが、多分悪いっていうか、苦手な感じなのが怒りだと思うんですね、はい、で怒りってやっぱり誰でも出ると思うんですが、その怒りを、まあ、母親のお母さんであれば、子供にそれを、ぶつけてしまったっていう罪悪感になったり、うん、で怒りで喧嘩とかして、やっぱり怒りのイメージが一番悪いんじゃないかなって思うんですね、はい、で私もこの怒りが、今これ続けて大丈夫ですか？大丈夫ですよ、はい、私もこの怒りがすごいあって、で自分でもやっぱりどうしていいかわからなかったっていうのはね。そうですね、怒りってどうしていいかわからないんですね。そうですよね、もう出ちゃったらもう出るしかないっていうぐらい、はい、八つ当たりやあと喧嘩にやっぱり結局なってしまって、うん、後から自分で、うん、ああいいことしなければよかったっていう自己嫌悪に落ちてしまうって思うんですけども、はい、それをやっぱり、見つめていく中で、うん、この怒りと仲良くできるんですよ。怒りすごいでしょ。できるんですか、はい、すごいですよね。すごいですね。そうそう、私も怒りのイメージがだいぶ悪かったんですけど、うん、でも今はこの怒りのおかげで、はい、自分がどういう思いを、思いがあるかとか、はい、この怒りでどうすれば人と関わっていけるとか、そういうのが全てわかるんですね。わかるようになるんですか？そう、わかるんですよ。はい、なので私が今イメージが一番いいのがやっぱり怒りなんですね、はい、はい、イメージがいい方に、いい方に、あ、そうそうそう、いい方になっていくんですよ、ね、あ、なるほど。なので私のおすすめ、このやっぱりやんちゃな感情と付き合う方、うん、付き合う方っていうくらい、はい、自分の感情とどう付き合っていくかっていうのが、まあ、事例がいっぱいあるんですけども、その金城幸正氏の、はい、経験がある中と、あと周りの方の、はい、講演会とかもセミナーもいろいろやって全国で走り回ってる先生なので、この実践の中で、はい、そういう感情と、あとこの人のお付き合い、はい、どうすればいいかっていうのが全部この中に入ってるんですね。全部詰まってるんですか？はい、なので、はい、この本を読むと、もう自分自身が何をするべきなのか、どうしてるのか、どうしたらいいのか、どうしていけばいいかっていうのが全部わかります。すごいでしょ。すごいですね。すごいでしょ。金城先生は何者なんですか？もうただ者じゃない。ただ者じゃないですね。じゃないです金城先生はどんなお人柄ですか？お、超面白い。面白い、うん、かっこいいんですよ、まだ。そう、はい、超イケメンなんですよ。かっこいいんですよ。イケメンですよ、皆さん。皆さん見えますか？ね、人間学の講師って言ったらなんか怖いのかなとか、真面目なのかなとか、ね、難しいのかなって思うんですけど、先生とっても面白いんですよ。面白い。でも面白いだけじゃないですよ、もちろん。もちろん。もちろん。それだけじゃないですよ。で、全て実践をしている方なので、はい、やっぱどんな質問や、あと、どんなことも、全て答えられるのがとってもすごいところと、あと全部ユニークに書いてしまうんですよ。はい、笑いも命をかけてるぐらいのユニークな先生なので、まあ、実践生で会うと、またさらにイメージも変わるし、分かりやすく、はい、話をしてくれるので、はい、ぜひ生で見ていただきたいと思います。素敵ですね。金城先生に生で会えるタイミングが今回あるということですね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよね。はい、はい、今ですね、こちら手元にチラシがあるんですけれども、はい、7月10日、今週の日曜日ですね、はい、はい、イオンモール沖縄ライカムさんの方で、イオンホール3階になります、はい、こちらで金城先生の、サイン会と、はいはい、そして講演会が開催されるということです。はい、そうです。はい、こちらは限定何名様ですか？はい、こちらは限定300名です。300名様、もう席に残りわずかですよ。残りわずかですよ。はい、皆様、はい、お急ぎください。お急ぎください、はい、すごいですね。この本についてのお話と、はい、あとは先生の講演会ということで、いろんなお話聞けるんですかね？はい、そうです、はい、それも生で聞けるので、な
生で聞けるサインサイン会もあるので、絶対来た方がいいと思います。絶対来た方がいい。超お得です。そうなんですね。はい、こちらが、会場が13時30分から、開演が14時からとなっております、はい、サイン会がですね15時45分から17時までとなっております、料金が前売りチケット3000円、当日チケットが3500円となっております、プレイガイドの方が、書店の方にあるんですね、はい、そうです、はい、あと E プラスからもファミリーマートでチケット購入ができるということなので、はいはい、お近くのコンビニでも、はい、ぜひお求めいただけるようになっております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にあのこの本を読むとこう自分のモヤモヤが解決したりとか、うん、はい、こう自分に向き合ったりとか、はい、自分自身がねよくわかります。よくわかる、はい、そういったあの これを読むと何でも解決するというふうに先ほどね、はいはい、お伺いしましたけども、はい、こう何でも知ってる方ってそうなんですよ。めったにないじゃないですか。めったにないですよね、すごいあのこのイケメンの方なんですけどもさらに金城先生、はい、こう何でも知ってるとなると、はい、ね、だいぶ魅力的ですね。そうなんですよもう本当に本当に金城先生あのファンサイトもあるので、ファンサイトもあるんですね。オフィシャルファンサイトって、はい、検索したらすぐ出てきますので、すぐ出てきました。ぜひ見てほしいです。あ、ですね、先ほどのこちらのチラシの方にですね、はい、QR コードがついていまして、はい、はい、ここからファンサイトに飛べるようになっているそうです。このチラシの方は FM ギノアの方にもね置きたいと思いますので、はい、ぜひ手に取っていただけたらと思います、はい、はい、このファンサイトなんですけども、あの毎日更新されてるんですよね。はい、そうなんですよ。どんなことが載ってるんですか。あのその日 あの毎日言葉が違うんですけど、うんうんうん、その日の気づきが載ってるんですよ。先生の気づき、先生の言葉、先生の言葉が365日、うん、毎日変わる、毎日変わるんですか、うん、素敵です。なんか、例えばこの週は愛についてとか、次の週は、なんだろう、いろんなこといろんなこといろんなことシリーズに分けてまた週によって変わってくるので、週によっていろいろ変わるんですか、はい、内容も変わるんで毎日、毎日面白いです。面白いですね。毎日チェックしたくなりますので、チェックしたくなります、はい、それは、はい、私も後で登録したいと思います、はい、ぜひお願いします。ぜひよろしくお願いします、はいはい、今回新作ということなんですけども、はいはい、お二人からこの本の見どころだったり、はい、教えていただけたらもうね、私、うん、もう読んだんですけど、はい、先に読ませていただいたんですけ どあのさ、とっても分かりやすくて分かりやすいんですよ、うんうん、あの何が自分が引っかかっているのかとか、うん、あ、ここをこう見直したら自分はこういう風になっていくんだなっていうのがとっても分かりやすいので、あのなんうん、とにかく分かりやすいもう何て言っていいのか分からないけど例えばここに感動しちゃったっていうことはありますか、うん、私、うん、私感動したんじゃないんですけど、はい、あの読んでて恥ずかしくなったのが、はい、あのひねくれたりとか落ち込んだりとか、それはあの自分のことを構ってほしいからそんなことをしているんだよっていうのをこれ見て、ああ自分がやってるってこれ構ってほしいからこんなことをしているんだってちょっと恥ずかしくなる。そうですね、自分がやってることが恥ずかしくなるんですよ。あ、じゃあこんなことじゃないよな、やりたいことは、じゃあどうしようっていうのもまで全部載っているので、本に書いているので、あの幸せになる近道になる本っていうんですか。それはすごい、うん、本当にたくさんの方に読んでほしいんですよ。本当に面白くて分かりやすいから、うん、何でも載っててしかも分かりやすい、分かりやすい、誰でも分かる、誰でも分かる、私も分かるぐらいだから誰でも分かるということです。皆さんぜひね、あの、はい、こちらの本なんですけれども、はい、こちらの方は全国の書店の方で、お買い求めいただけるんですよね、はい、全国で一斉発売ということ で沖縄の地方では明日7月7日木曜日から沖縄で発売されるということです。はい、はい、ぜひ本屋さんの方で、はい、金城先生のやんちゃな感情と付き合う方、はい、はい、これ見かけたらぜひ手に取ってお買い求めください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またあの8月にも、はい、東京の方でも講演会を予定しているので、そうなんですね、東京も行かれるので、東京の方ぜひ、全国で、はい、東京の方もぜひ
今ですね、ツイキャスの方で AKB ファンさんが神戸は暑いわとおっしゃってます。神戸の方でもね、ぜひ。そうですよね、沖縄より向こうの方が暑いんじゃないですか。そうなんですよね。あ、そうなんですか。なんか沖縄より大阪、神戸の方がちょっと気温が高いみたいで暑そうです。暑くなっていますね。はい、もう一度、10日のイベントのことをご案内したいと思います。はい、7月10日日曜日、今週末です。イオンモール沖縄ライカム、イオンホール3階にて、金城先生の講演会が開催されます。会場は13時30分から、開演は14時から、サイン会は15時45分からとなっております。料金は前売りチケットが3000円、当日チケットが3500円となっております。はい、こちらはですね、ファミリーマート E プラスでもチケットが購入できるということですので、そちらでもお買い求めいただけます。あとお問い合わせの方は、はい、このエンリ株式会社さんの方でも大丈夫なんですかね。大丈夫です。はい、電話番号が 098-943-9091、はい、メールの方がinfo@エンリンになってますね。はい、enrin.co.jp、 はい、info@enrin.co.jp、 こちらまでお願いします。はい、ということでですね、実は今日、リスナープレゼントを持ちいただいているということなんですね。はい、そちらは何でしょうか。はい、こちらエンリッチという本で、はい、私たちが、発刊する、毎月発刊する本、月刊誌になります。はい、で、これ名前の方が今はテーファーという名前に変わって、今各書店、沖縄県内書店の方に置いているんですけども、はい、こちらの方を、4名様に、はい、4名様にプレゼントということです。ありがとうございます。はいはい、今回の特集は何でしょうか。はい、特集はですね、笑う結婚、笑わない結婚、そもそも私の結婚観ってどんなものということを、私たちが全部実体験をもとに書いている。すごい興味がある。全部赤裸々に書いてますので。気になりますね。気になります。これかなり面白いですよ。はい、私もそうなんですけど、何も考えないで結婚して、本当に、まあ、いろんなことあったんですけどね。はい、もう今から結婚される方、特にもうぜひ読んでほしい。もちろん今結婚されてる方もそうなんですけど、はい、絶対読んだ方がいい。絶対読んだ方がいい。読んだ方がいい。結婚観が変わるかもしれない。はい、そうそうそう、笑わない結婚より笑った結婚がいい。うん、そうですね。そんな特集の本をですね、今日は4名様にプレゼントということで持ってきていただいております。はい、こちらは、サザンブリーズというタイトルで、メールを送っていただければと思います。リスナープレゼント希望ということで送ってください。よろしくお願いします。4名様なんですね。はい、皆さんお早めにということで。はい、ではですね、最後に、はい、もしリスナーさんにメッセージがあれば、お二人からお願いします。はい、はい、このあなたの中のやんちゃな感情と付き合う方、はい、ぜひ読んでほしいです。多くの方に読んでほしいです。もう人間関係に悩んでるのは正気ではないです。正気ではないです。はい、これを読んでもう幸せになりましょう。はい、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ではですね、今日はエンリ株式会社の小屋さんと上原さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでですね、お二人からリクエストをいただいているので、はい、ここで一曲お届けしたいと思います。はい、こちらは HY の I just do it for you です。はい、ありがとうございます
はい、ゲストのお二人ありがとうございました。HY つながりということでですね、もう一曲リクエストいただいてるのでこちらもお聴きいただきたいと思います。キロロさんとあの HY さんですね、で、命のリレーです。画面が誰もいない状態になっちゃった。失礼しました。3時36分を回っております。ここでお天気と交通情報をお伝えしたいと思います。まずお天気なんですけれども、台風が近づいておりますので台風情報をまずお伝えしたいと思います。台風第1号は
9日9時現在、フィリピンの東、北緯18度40分、にあって、1時間に35キロの速さで西北西に進んでいます。台風は5日の予想より発達し、中心気圧910ヘクトパスカル、中心付近の、最大風速は55メートル、中心付近の最大瞬間風速は80メートル、中心から半径150キロ以内では、風速25メートル以上の暴風となっております。台風はこのまま、しばらく勢力を維持し、先島諸島に接近する恐れがあります。今後の台風情報に注意をお願いいたします。では、沖縄のお天気をお伝えしたいと思います。今日6日ですが、晴れ時々雨、東の風のちやや強く晴れのち曇り、夜は雨、ところにより雷を伴う予報です。降水確率はこの後 20%、 18時から24時は 60% となっております。日中の最高気温は33度です。明日7日、東の風やや強く後、南東の風やや強く曇り時々雨、ところにより朝から雷を伴い激しく降る予報となっております。波が4メートル後5メートル、うねりを伴う予報となっております。ご注意ください。降水確率は午前中 40% から 60%、 午後は 70% から 60% と高い確率となっております。朝の最低気温は28度、日中の最高気温は31度の予報となっております。台風が近づいてきておりますので、台風情報には十分ご注意ください。続いて、道路交通情報をご案内します。まず沖縄自動車道です。宜野座インターチェンジ付近で故障車が止まっているようです。お気をつけください。また、山里バスストップ、バス停ですね、にも故障車が止まっているようですので、こちら前方に気をつけて運転をしてください。また、沖縄南インターチェンジから沖縄北インターチェンジにかけて工事規制中となっており、長い渋滞が予想されます。また、こちら中城パーキングエリア付近、こちらも工事規制がかかっております。また、那覇インターチェンジから龍大バス停までこの期間も、工事中となっており、規制がかかっていますので、こちらも前方に注意して運転をしてください。では宜野湾市内の交通情報をお伝えします。牧港交差点付近で長い渋滞が発生しております。その他は、公営交差点と、ガネコ交差点付近でも、短い渋滞が発生しております。自動車を運転されている方は前方に注意して運転をしてください。この後雨も降ってきそうなのでね、視界が悪くなってくるかと思います。皆さん気をつけて運転してください。以上、お天気と交通情報をお伝えしました。時刻は3時41分を回ったところです。さてさて、メールが来てるのでね、一通紹介したいと思います。はい、メグーブチューエコザイル出すよ。実は今夜のフリーマンラジオも似た感じのテーマなのよね。かっこ笑い。そうなんですね。やっぱリアルに彼女欲しい、マジで
というわけで、独身女性の方、まずはシャメ付きでサザンブリーズ水曜日のエコザイルの彼女を探せコーナーまでどしどしご応募ください。そんなコーナーはありません。センター線は問いません。お待ちしております。じゃあ後からやということで、エコザイルさんありがとうございます。そんなコーナーはありません。これ切実な願いみたいですよ。かっこマジでって書いてますからね。エコザイルさんの願い事、じゃあ私が代わりに短冊に書いといてあげます。エコザイルさんに彼女ができますようにっていうことでね、書いときたいと思います。そっか、もうすぐね、夏が本格的に始まりますしね、なんかイベントごとも多くなりますよね。海に行ったりとか、ちょっとねビーチパーティーに出かけたりとか、そういう時に彼女だったり彼氏だったりパートナーがいたらもっと楽しいなっていうことですよね。エコさん切実みたいなので、皆さん紹介してあげてください。ツイキャスの方もマシャさんがエコさんって通が小さい通が3つ来てます。ありがとうございます。らしいんですよ。さあ今日のテーマは星に願いをということで、明日七夕なので、何か短冊にこんな願いを書きたいなとか、小さな願い事こんなことがあるんだけどなっていうコーナーのね、あのテーマでお届けしたいと思いますので、皆さんの願い事教えてください。この後あの私が短冊に願い事を、皆さんの願い事を書きたいと思いますのでね、ぜひぜひ送ってください。送っていただく方法ですが、メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com まで、ファックスは 098-943-0094 までお願いします。はい、あとツイキャスの方も全国に配信していまして、コメントの方もこちらで見れるようになってますので、ツイキャスでちょこちょこっと書き入れてもらっても大丈夫です。ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ次のコーナーに行こうかな。はい、発見ニューリリースのコーナーです。このコーナーは私今西めぐみがちょっと気になった新発売のものをご紹介するコーナーです。さて今日はですね、今日ご紹介するのは、じゃん、見えてるかな、ツイキャスの皆さん、新色ネイルです。今日はですね、新色ネイルをご紹介したいと思います。キャンメイクの新色ネイルが7月1日に新しく発売されました。カラフルネイズというものですね。カラフルネイルズなんですけども、これは、こちらの紹介文をですね、読みますね。いよいよ夏本番、花火大会やプール、夏フェスなどイベントやシーンに合わせてファッションとメイク、ネイルをコーディネートするのが楽しい季節です。可愛い、リーズナブル、高品質な商品で女の子の綺麗を応援するメイクアップブランドキャンメイクは、夏のおしゃれを思いっきり楽しみたい女性に向けたカラフルなネイルカラー、こちらを、7月1日金曜日に発売となりました。豊富なカラーバリエーションで人気のカラフルネイルズカラーは、グリッターシリーズのサマーバージョン、キラキラが弾けるポップカラー7色が登場しますということです。そうなんです。新色がですね、キラキラの、ラメのネイルなんですけどね、これ、キャンメイクが、ドラッグイレブンさんに売っているっていう情報を仕入れたので、昨日買いに行ったんですよ。そしたら、さすが沖縄、まだ入荷できませんということです。ということで、今日は純新作
新色のレモンイエローとブルーをちょっとつけてきました。私ツイキャスの皆さんには見えてるのかしら。こんな感じで夏を意識してつけてみました。最近はジェルネイルとかね流行ってたりするんですけども、私はいろいろ色を変えたいので、結構こういうすぐに取れるマニキュアとかで毎日こういろいろ変えたりとかしたいタイプです。ピディキュアもつけたりしちゃってます。でカラフルネイルズの7色なんですけど、これ紹介しますね。サンバカーニバル、ストロベリーミルク、ポッピングソーダ、ゴールデンローズ、ユニオンジャックブルー、サマーシャワー、ミックスヨーグルトの7色です。なんかめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。これめっちゃ美味しそうなカラーでしょ。これのポッピングソーダが欲しかったんですよ。ポッピングソーダがですね、水色と黄色と白のラメがキラキラキラって入ったネイルになってます。それをこの今塗っているレモンイエローの上にこうちょっと乗せたかったんですけどね、沖縄でまだ入荷されてないっていうことなので取り寄せたいと思います。また塗ったら紹介したいと思います。すごく可愛いですね。キラキラなので、海に行く方だったりとか、あとは浴衣にも合うと思います。今年の夏のトレンドは甘ネイルだそうです。甘いネイル、甘い可愛いテイストのネイルが流行りだそうです。あと和風に合う浴衣に合う和風ネイル、ビーチで目立つマリンネイルが流行っているということですね。でこれがですね、実は360円なんですよ。めっちゃ安くないですか。キャンメイクさんはねすごい安くって、すごい使いやすいんですよね。なのでよく使ってます。今このレモンイエローとこの水色薄いブルーと、あとパープルとピンクと、あと濃い赤が持ってます。ツイキャス皆さんありがとうございます。レモンイエローの指を舐めるとレモンの味がしたら飽きないのに。そうですね、それこそ甘ネイルですよ。甘いみたいな。違う、甘ネイルってね、甘い辛いの甘いなんですよ。黄色い顔の人さん、甘ネイルって海の女って書いて甘ネイルかと思ったって書いて。違います。甘ネイルやったらどんなやろ。甘さんネイルでちょっとマリンな感じかもしれませんね。ありがとうございます。はい、ということで夏はこの可愛いネイルをしていろんなところに遊びに行きたいなと思ってるメグでした。あともう一個紹介したいものがあるんですよね。今日発売になりました。じゃん、つうかい TV スカットジャパンの胸キュンスカットのテーマソングになっています。ナオトインティライミさんのオーバーフローズ、言葉にできなくてが今日発売となりました。これはですね、ナオトさんがスカットジャパンがすごい好きみたいで、その中の胸キュンスカットっていう高校生の学園ものでちょっとときめいちゃったみたいな胸キュンスカットの時に、ナオトさんが勝手にこの曲が浮かんだということで、勝手にスカットジャパンにこの曲を送ったというですね、伝説の曲になっております。それが、トントン拍子でリリースが決定したということで、今日発売なんですよね。その曲を一曲お届けしたいと思います。胸キュンスカットの曲ですね。はい。では、ナオトインティライミさんのオーバーフローズ、言葉にできなくてです。